グッドウィンさんの死亡記事を見たプライスは、仕事を辞める決意をして墓を訪れる。始まるんだぜ。太いチェーンにでっかい錠前。鍵がいるな。鍵を探しましょうか。小屋があるわね。おじさんもいるぞ。こんばんは。いい穴ですね、ありがとう。反対側へ行きたいんですが、注意書き読まなかったの。今日はもう閉店、後でまた来てくれ。通り抜け。ダメ。あ、門の中に誰かいます。誰か侵入しようとしている。騙されないぞ、今忙しいんだ。とっとと押せな。ダメみたいね。何か方法を探すんだぜ。グッドウィンさんの墓参りに来たんだ。でも入れない。あーもう知らん。管理人さんの小屋ね。怖いなあの人。荷物を漁らない方がいいけど、グッドウィンさんのためだ。よしやるぞ。お、これは使えるかも。初めに閉まってたとこの鍵だな。それじゃあ行きましょうか。ここね。太いチェーンにでっかい錠前、鍵がいるな。これだ。門は開いたけど、鍵が曲がっちゃって、もう使えない。見つかったら怒られるな。おや、誰かいる。なんかやってるんだぜ。5本。すみません、脅かす気はなかったんです。あれ、どこかで会ったこと？あ、老人ホームで。どうしてこんなところに。夫に会いに来たんです。でも僕が閉まってて。その程度で私を止められるとでも。無理よ。奥さん、だからといって勝手に入っちゃ。落ち着いてください。落ち着いて、バールをくれますか？いやいや、夫に会うまで絶対に来てない。いいんですか、墓掘りに言いますよ。そんなことしたくありません。どうも気味悪い人でね。ありがとうございます。バールゲット。これを使う場所を探さないとな。見てください。侵入者から奪ったバールです。本当ですよ。侵入者？許すまじ。あーやー。速攻で作ったやん。ここでバールを使ってもしょうがないな。飛び越えられるかな？もう少し足が長ければ。普通に渡れないみたいね。あの人の様子を見に行こうかしら。あ、大目玉を食らっている。触らぬ髪にたたりなし。いや、自分のせいだからね。そりゃダメだ。使えそうなものはもうない？それに俺は泥棒じゃない。バールでドアをこじ開けれるかも。開け。開いた。外に出たわね。ここでバールは使えない。いろんなものがあるな。む、なんだあれ？これで進めそうだぜ。長さ、足りるかな？足りた。あのでっかい錠前をどうやって？閉まってるみたいね。俺はそこにいた。雨の中立ち尽くしていた。その瞬間、何かの存在を感じた。まるで彼女がそこにいたかのような気配だった。説明が難しい。グッドウィンさん。私のせいじゃないって言ってくれましたが、でも、やっぱりごめんなさい。よく知ってたわけじゃありませんが、あなたは立派な人でした。あなたが亡くなったと聞いて、目が覚めました。仕事を辞めます。
どこにいるのかわかりませんが無事を願います。きっと元気ですよね。ああ、忘れるところでした。大したものじゃないけど。お土産。死後の世界を照らしてくれることでしょう。安らかにお眠りください、グッドウィンさん。罪悪感が自身を苦しめる。今まで犯した間違いを反芻しながら、プライスは誓う。勇気を振り絞った。これで終わりにしよう。こんな生き方じゃダメだ。そうして、私は上司に会いに行くことにした。仕事を辞めることを告げるために。次回に続く。